要塞アルテミスを脱出したアークエンジェルは物資の欠乏を解消すべくデブリ帯へと艦を向かわせていた。後に血のバレンタインと呼ばれる悲劇の地ユニウスセブン、かつては人々が暮らしていた街並みの残骸を踏みしめ、戦争という今の現実を改めて突きつけられる少年たち。そこでキラは偶然にも救命ポッドに乗り込んでいたザフトの歌姫ラクス・クラインを救出することになる。ポッドを拾っていただいてありがとうございました。私はラクス・クラインですわ。ちょっとやだ、やめてよ。冗談じゃないわ。コーディネーターのくせに慣れ慣れしくしないで。ここは地球軍の船ですから、コーディネーターのことを、そのあまり好きじゃないって人もいるし、というか今は敵同士だし。そう、残念ですわね。コーディネーターである彼女の処遇をめぐり紛糾するクルーたち。そしてそこへ地球軍第8艦隊の先遣隊から救援信号が送られてくる。だが、その動きを察知したザフトのクルーゼ隊によってキラやアークエンジェルの眼前で先遣隊は砲火に沈んだ。ザフト艦に次ぐ。こちらは地球連合軍所属艦アークエンジェル。当艦は現在プラント最高評議会議長シーゲル・クラインの令嬢ラクス・クラインを保護している。偶発的に救命ポッドを発見し人道的立場から保護したものであるが、以降当艦への攻撃が加えられた場合、ラクス・クライン城に対する責任放棄と判断し、当方は自由意志でこの件を処理するつもりであることをお伝えする。ジョナ、格好の悪いことだな。自分たちが不利になったらこれか。隊長。ああ、分かっている。全軍、攻撃中止だ。ナタルの起点により直近の危機を回避したアークエンジェル。だが先遣隊の全滅というショックは乗員たちの動揺を抑えきれずにいた。特に先遣隊の中に父親が乗艦していたというフレイ・アルスターにとってその絶望は大きく。狂乱するフレイの劇場にキラの精神は嫌おうもなく蝕まれる。絶望に飲まれながらも彼にとって小さな光明となったのは、先のデブリ帯でキラ自身が救出した少女プラントの歌姫ラクス・クラインの優しさであった。ナチュラルとコーディネーターという枠組みを捨て、キラ本人を見据えるラクスに彼の心はわずかな救いを見たのである。
春巡の末、キラは彼女をアスランの元に返すことを決意し、友人たちの手を借りながら無断のまま出撃。ストライクとイージス、かつての親友同士が再び相まみえた。アスラン、ザラカ。そうだ。こんにちは、アスラン。お久しぶりですわ。確認した。なら、彼女を連れて行け。いろいろとありがとう、キラ。アスラン、あなたも。キラ、お前も一緒に来い。お前が地球軍にいる理由がどこにある？僕だって君となんて戦いたくない。でもあの船には守りたい人たちが、友達がいるんだ。まあ仕方ない。次に戦う時は俺がお前を撃つ。僕もだ。ラクスはアスランの元へ戻り、キラは親友の呼びかけに背を向ける。それは二人の本当の決別を意味していた。降る星。
邪魔をするな。
諦めの悪い。
出てこいストライク。出ないと、出ないと傷がうずくだろうが。Yeah.
プラントの最高意思決定機関、プラント最高評議会。地球との開戦以来大きく揺れていたその趨勢も、クルーゼ隊が奪取した4機のモビルスーツの存在により大きく強硬派へ傾いていった。その筆頭こそプラント評議会国防委員長パトリック・ザラである。以前からコーディネーター至上主義を掲げていた彼の思想は、血のバレンタインで妻を失い、やがて完全排他主義へと染まっていった。ヘリオポリス崩壊の査問会に息子アスラン・ザラも居合わせると、パトリック・ザラは強く参加者に訴える。平和に、穏やかに、幸せに暮らしたい。人々のささやかな願いを無残にも打ち砕いたナチュラルの業。多くの同胞を失った血のバレンタイン、ユニウスセブンの悲劇。それはプラントがたどった屈辱の歴史を象徴する事件であった。一発の核弾頭によるユニウスセブンの壊滅は、自分たちの生きる環境がいかに脆弱であるかを思い起こさせたのである。この後、プラント全滅の恐怖に駆られたザフトは、核を無効化するニュートロンジャマーを地球全土に設置。だがその結果、地球は壊滅的なエネルギー不足に陥り、数億規模の死者を出す被害を誘発する。地球各地の反プラント感情を一気に沸騰させ、そしてそれは政治団体ブルーコスモスの台頭を許してしまう。憎しみを憎しみによって拭い去らんとする醜き連鎖。人類は未だその鎖を断ち切る術を得てはいない。燃える砂塵。Thank you.
Thank you.
なを守らなきゃ。僕が。
遅ればせながら大活躍といこうじゃないの。打ち合ってみないとわからないこともあるんでね。
やってくれるじゃないの、トラさんよ。君の相手はこの私だよ、奇妙なパイロット君。バクーとは違う、隊長機か。たらこの戦争は終わると思う？戦争には制限時間も得点もない。
スポーツの試合のようなね。なら、どうやって勝ち負けを決める？どこで終わりにすればいい？どこって？敵である者を全て滅ぼしてかね？
めるな！雑魚とは違うんだよ！ビームの減衰率が高すぎる！大気圏内じゃこんなかよ！こんな状況でこんなことをしていられるか！WHAT?!